東洋大学附属牛久中学校、高等学校は茨城県牛久市柏田町にある男女共学の私立中学校、高等学校。東洋大学の附属校である。略称は東洋大牛久。スポーツは全国区の相撲部等が有名。2019年8月には同校2007年に卒業した野口境大選手がスポーツクライミング。 日本代表として2020東京オリンピックに出場することが決定した。野球場、テニスコートがあるほか、最近では校庭の人工芝が完成した。2015年4月1日からは中学校開校に伴い中高一貫教育を提供する。牛久市では初めての私立中学校になる。高等学校においては中学校から入学した。 内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では別々にクラスを編成する併設型中高一貫校になる。東洋大学附属牛区中学校、高等学校の中高一貫教育区分は中1中2の前期2年、中3高1の中期2年、高2高3の後期2年の2から2から 2, から2世である。中学校第2学年までに 中学校の学習内容の全過程を終え、中学校第3学年から、高等学校の授業内容に入る。2014年度第1回茨城県私立、学校審議会の会議結果概要について及び、校長室らより、第91号による。平成25年度第1回茨城県私立、学校審議会の会議結果概要についての B2 に,による。注目の新設校インタビュー。 東洋大学附属牛祝中学校の P3 による、6年間の一貫教育東洋大学附属牛祝中学校による、学校散策東洋大学附属牛祝高等学校による、ありがとうございます。